それでは今日も無人島生活始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はいつもと同じようなところもありますが、ちょっとだけ趣向を変えてみたいと思います。まずはたぬき商店でのショッピングの模様からお伝えしたいと思います。魅力的な商品がありましたので購入したいと思ったんですけども、中華テーブルは予算オーバーでした。まあ後でお金を下ろしてきて買ったんですけどね。ソフトクリームランプを設置しようと思ったんですけども、入るところが見えなくなってしまいました。ダメじゃん。次は以前購入しておいた綿飴の屋台を設置しようと思ったんですけども、これも映えませんね。ダメじゃん。そしてロビンさんのお誕生日会にやってきました。やっぱりこじんまりですね。そしてお誕生日といえばプレゼントです。先ほど買ったミキサーをプレゼントしたいと思います。本来は別の用途で買ったんですけどね。今日はジャスティンさんがやってきていました。腕前チェックに合格したら今日は筋三昧ですかね。腕前チェックの基準をクリアしたのでジャスティンさんに報告です。
その後、面白い場面に出くわしたので撮ってみました。向かって左側がケンタさん、その隣がカルロスさんです。ケンタさんは筋肉フェチとでも言うんでしょうか、筋肉オタクみたいな感じですね。カルロスさんはいわゆる普通の感じなんですけども、ちょっとメルヘン見えたところもあるかもしれません。そしてこのダンベル運動で2人の体力の差が見て取れます。結構面白いですよね。しばらくこのまま眺めてみましょう。タスマニアン島は今日も平和です。それじゃあ本日の株価へ行ってみましょう。今日の午前中の株価は1株95ベル、ちょっと下がってますね。しかし午後は1株124ベルと少し持ち直しました。この調子をキープしてもらえるとありがたいんですけどね。それでは今日はここまでにしたいと思います。おやすみなさい。集まれ動物の森で無人島生活、今回で56回目を迎えることとなりました。これもいつも見てくださってる方のおかげだと思っております。で、前回から引き続いてまだ体調の方が芳しくありません。動画の頭の方では結構声を張っていたんですけども、だんだんと声に力がなくなってきたと思います。大変見苦しい場面ではありますが、ご了承いただきたいと思います。で、今回はいつもは見せていない場面を
動画の中に取り入れてみました。こういう試みはいかがでしょうか。もし好評のようでしたら、今後とも続けていきたいと思っています。また、動画に変化をつけるっていう意味でも、こういうことはやっていきたいなと個人的には思っております。それでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。